さて、とんでもない状況に今なってきましたね。まず、御三川の方で、養老町の方から釣りの自粛をお願いしますという要請があって、まあ、その翌日だったかな、大江川の方でも、まあ、大江川というか、海津市ですね。海津市の方でも、釣りの自粛をしてくださいとは書いてなかったんですけど、まあ、河川敷の使用は自粛をお願いしますということで、まあ、ゴールデンウィークのバーベキューとか、まあそういうことを懸念してだと思うんですけど、まあ釣りをしないでくださいとは言ってないんですけど、まあ河川敷、まあ大江川もその一つだと思いますので、まあ僕もその発表があってから、平日の散歩ももうやめて、週末の徴候はもう特に自粛しているんですけど、まあ朝の散歩の動画もまだストックが残っていて、未編集のものがあるんですけど、まあこの状況がしばらく落ち着くまでは、徴候動画も投稿しないつもりでいますので、まあ、いつまで続くか分かりませんけど、まあ、とりあえずこういう動画も投稿していきたいなと思ってます。まあ、僕も正直こんな大ごとになる前までは、週末は控えていても朝の散歩ぐらいはいいだろうとか、釣りは3密じゃないからいいじゃんっていう風な考えで、朝の散歩でも人気のないところでちょっとやってたりしてたんですけど、どこかの投稿で、まあ、御三川だったかな、他県ナンバーが住宅地の前に泊まってたりして、そこに釣り人がいると、その人が金を持ってるんじゃないかっていう住民の方が不安な声があったっていう投稿をどっかで見たんですけど、まあそういうこともあって、やっぱり地域の住民方の迷惑を考えると、まあ迷惑とか不安な気持ちを払拭するためには、じゃあどうしたらいいんだってことを考えた時に、やっぱり釣りは自粛した方がいいかなという方向に変えましたので、まあこんな状況で釣りに行って、この魚釣ったぜって釣果を上げても、結局人に後ろ指を刺されるか、あいつ釣り行っとるがやで叩かれるか、まあそのどちらかだと思うので、やっぱり自粛がいいかなと思います。去年の冬あたりからフリーリグを始めて、で、なかなか使い勝手も良くて、いい魚も取れて、根掛かりも少なくてっていう、いいところ通りのフリーリグなんですけど、まだ去年の冬から始めてなので、半年も使っていないんですけど、僕の釣果を見て、影響を受けて使ってくださっている方もいて、使ってるんだけど、なかなか釣れないっていう話もちらほら聞きますので、まあこれがいい機会だと思って、フリーリグの、まあ私なりではあるんですけど、少しでも参考になればいいなと思って、この動画を作ることにしました。で、その第1回目なんですけど、全部話すと多分長い動画になってしまうので、まあ1回か2回か、そのぐらいの回数に分けて、ちょっと投稿していきたいと思います。で、まずその第1回目は、まず必要なもの、あと結び方のコツとか、場所によってのシンカーの重さの使い分けっていうのを説明したいと思います。で、まず使用するワームなんですけど、とりあえずフリーリグでおすすめしたいワームは今は1種類しかなくて、まあ実際そのワームでしかフリーリグで釣れてないので、とりあえずそれを軸に話をしていきたいと思います。で、そのワームがこのドライブビーバー4インチですね。去年の冬給与しでこの4インチを使って初めて魚が釣れて、で、まあ釣ったのは一番先だったのは香りだったんですけど、まあ僕もやっぱりそういう釣り方で釣れるんだと自信を持って投げるようになってから、やっぱりこの4インチでいい魚来てくれました。まあ数は少なかったんですけど、まあ初めてのリグで初めてのワームで釣れた時っていうのはやっぱり嬉しいもので、そこから信頼してこればっかり使ってます。で、状況によってはこのもう一回り小さいドライブビーは 3.5 インチを使うんですけど、まあ使い分けとしては基本はこの4インチでいいと思うんですけど、まあその理由は、やっぱりリリースされているサイズの最大サイズっていうことなので、まあ4インチのサイズでもデカバスからしたらもう一口で食べれるぐらいな大きさになってるんですよね。で、そこを 3.5 インチとかで食わせの方に寄せるんじゃなくて、まあたとえピンスポットでもこの最大サイズを落として、で、サイズが大きくなるとやっぱりリアクション要素とかも出てくるので、まあ僕は4インチの方を愛用してます。で、3.5 インチに変えるときっていうのは、まあ例えば、昨日今日は暖かかったけど、次の日急に寒くなったとか、
今の時期のように田んぼの白柿が入ってきたりだとか、急に魚の食いが渋くなった時に、まあ、これを 3.5 インチに結び直して使ってみるってこともあります。なんですけど、基本は、まあ、僕は4インチを愛用してますので、まあ、これでしか反応しない魚もいますし、やっぱりでかい魚が食ってくる時っていうのは、やっぱりこういう大きいルアーの方が僕は確率的にこっちの方が高いので、まあ大きいサイズ狙う時で、もう今日の条件だったら絶対ここにでかい魚いるよなって、そういう確信がある時はもう必ず最大サイズを僕は落とします。でそれでも反応がなかったら、この 3.5 インチに結び直したりすることもあるんですけど、まあそういう時はやっぱり前日の冷え込みとかを気にして、もうその前日のうちにリグり直して 3.5 インチから始めるってことが多いので、4インチを投げ終わった後にこの 3.5 インチに変えるってことはあんまりないですね。その日の状況を前日のうちに、前々日のうちでもいいですし、まああらかじめ状況を読んでから 3.5 インチを投げるか4インチを投げるかっていうふうに決めてます。4インチを投げ終わった後に 3.5 インチに結び直して 3.5 インチが釣れたってことはまだなくて、やっぱり最初から 3.5 インチを結んでた時に食ってくるっていうパターンなので、魚が4インチの方は食わないけど 3.5 インチの方に反応したってことはまだ僕の少ないフリーリグの経験の中ではないので、もうとりあえずどっち投げても反応がなかったら魚がいないっていうことでもう間違いないと思います。それだけ魚がいたら必ずショートバイトでも反応得られてるバームなので、もう僕はフリーリグはもうとりあえずこれ一択です。他のフリーリグで使えそうなバームもあるんですけど、まだそれでチョークは出てないので、とりあえずもう迷ったらもうまずドライブビーバー4インチですね。大江川でも吉井でもまず4インチをおすすめします。さあ、おすすめワームが分かったところで、次は必要なものを紹介していきます。まずはフックですね。で、リーダーレスダウンショットと比較すると、フリーリグのいい点というのは、好きなシンカーと好きなフックを組み合わせて使えるというのが、まあ僕は一つの利点かなと思ってます。リーダーレスダウンショットを使おうとすると、どうしてもリング付きのフックになってしまうので、まあ今はどうかわからないんですけど、僕はリーダーレスダウンショットを使っているときはリング付きでコーティングされているフックっていうのがなくて、まあそれがないがためにコーティングされてないフックをワームにつけっぱなしにして放置してると、フックも錆びてワームの方にも錆びが侵食してっていうことがあって、まあそうなると当然刺さりが悪くなったりすると思うので、まあそういった点からリーダーレスダウンショットはあまりやらなくなりました。で、次にシンカーなんですけど、このシンカーは左の1個は鉛タイプのもので、あと右の4つは、タングステンのものです。ただタングステンでもおすすめなものとおすすめじゃないものがあって、左のまずこの鉛の方はやっぱりタングステンと比べるとどうしても感度が悪いので、同じ重さを使っていてもラバージグのヘッドのような感じがして、まあ僕は買ってはみたんですけど、やっぱりすぐ使わなくなりました。ネコリグやってる時に鉛のシンカーで連続キャッチしたこともあって、まあ昔から多分言われてることだと思うんですけど、タングステンで取れない魚が鉛で取れるってことも、そういう話も聞いたことあるので、まあ、実際鉛とタングステン使い分けると取れる魚が変わってくるかもしれないんですけど、やっぱり地形とかを把握しようとすると鉛ではどうしても偉いものがあるので、まあ僕はフリーリグで鉛は使わなくなりました。まあおすすめしないシンカーなので、まあメーカーさんはあえて言いません。でとりあえずこれは省きます。でこの4つなんですけど、こう見るとあまりパッと違いがよくわかんないかもしれないんですけど、こうすると多分わかるかな、わかりますよね。長さがちょっと違うんですよね。これ同じ 14g なんですけど、右がフィッシュアローさんで、で右から2番目が龍儀さんの、何だったかな、スーパーデルタだったかな、間違ってたらごめんなさい。であと左の2つがおすすめしないやつなんで、まあこれもメーカーさんは言いません。で左から見ると長細くて、で左から2番目はちょっとずんぐりした細長タイプで、で龍儀さんのやつは
これ三角形になってるんですよね。まあ逃げやすい面にしつつもちょっと感度を 増してるっていうような形状ですね。で、僕がおすすめしたいのはこの一番右のフィッシュアローさんのフリーリグ用のシンカーですね。じゃあまずこの2つの違いをちょっと見ていきましょう。で、僕もまだフリーリグの経験が浅いので何とも言えないんですけど、この細長くてすり抜けが良さそうなもの、これを使ってた時にあんまり釣れた記憶がなくて、いつも釣れるのはこのフィッシュアローさんのシンカーとこの龍儀さんのシンカーがよく釣れるんですよ。それなんでだろうなと思って考えた時に、この長細いやつは確かにすり抜けはいいんですけど、ちょっと感度も落ちるんですよね。こっちは下の方が、フィッシュアローさんの方はこう全周丸になってるんで、どこに当たっても同じ感度が得られるっていうものだと思うんですよね。で、加えて、で、こっちの長細いタイプの方も深淵にはなってるんですけど、今度このワームをズル引きとかで引こうとした時に、ちょっと差し支えが出てくるんですよね。ちょっとイメージしてもらえば分かると思うんですけど、この短いものと長いもの、なんとなくイメージつきました。この短い方でズル引くと、このワームの姿勢がボトムに近くなりますよね。ただしこの長い方でズル引くと、シンカーの底がこう当たって、それに伴ってこのワームの高さもこうやって上がってきちゃうんですよね。だからボトムにヘッドの方から遠くなって、まあこういう45度とは言いませんけど斜めに立つような姿勢になるんですよね。じゃあ果たしてエビがそんな格好してボトムをこう歩いてるかって考えた時に、やっぱり違うんじゃないかと思って使い分けしてみると、長い方より短い方の方がズル引きしてる時は釣れるので、まあ僕はこのフィッシュアローさんのフリーリグの専用のシンカーをおすすめします。で、これがなかったらこの龍儀さんのシンカーをおすすめします。で、この龍儀さんとフィッシュアローさんのシンカーでもちょっと違いがあるので、まあそれも今説明します。で、大きさはそんなに変わんないんですよ。こう下から見ても上から見てもそんな大きさは変わんないんですよ。まあ形状が深淵と三角形かっていう違いなんですけど、もう一個違うところがあって、ここが違うんですよ。ちょっと見えるかな。これね、今ズームしますね。これね、ラインを通すところの愛の広さがちょっと違うんですよね。フィッシュアローさんの方が小さくて、龍儀さんの方がちょっと大きいんですよ。戻します。これがフックを通した、フックの前にシンカーを通した時にちょっと悪さすることがあって、で、それを説明します。で、結び方の説明とかはしませんので、まあこれを見てそのまま僕の視聴者さんはできると思いますんで。で、まず、フックを結ぶ前に、ラインにこのフリーリグシンカーを通して、で、好きなフックに、お好きなノットで結んで、で、ワームを取り付けて、それで終わりです。で、僕は、シンカーストッパーとか、シンカーチェンジャーとか、そういうものは一切つけません。で、理由としては、障害物に擦ったりだとか、で、バスを釣った後だとか、すぐここのノットの少し先の方がラインが傷んでくるので、バスを釣った後にラインチェックをするだとか、物に絡めた時にラインチェックをするだとか、必ずラインチェックするっていう癖をつけたいので、もう一切そういうものはつけません。で、やっぱりピンを3箇所とか回った時に必ず魚が釣れてしまうリグとワームなので、まあそういう場所を巡って
魚釣った後にいちいち結び替えてると、シンカーチェンジャーも結び替えたりで、ストッパーもまた入れ直してって、結局めんどくさいことになるので、もう僕は移動してすぐ釣れるってことを考えると、もうこのシンカーとフック直結がベストだと思っているので、まあ僕はシンカーストッパーもチェンジャーも一切つけません。で、さっき言っていた、龍儀さんのシンカーとフィッシャーオローさんのシンカーの使い分けなんですけど、フィッシャーオローさんのリングが小さい方と龍儀さんの、輪っかが大きい方と比べると、やっぱり小さい方がこのノットの奥に行きにくいんですよね、こうフリーで動かした時に。で、このリングが大きいものを使うと、こうフリーで動かしたりキャストしたりだとか、走行してる時にこのノットの残った糸を切った時に、この切った糸より輪っかの径が大きいと、このノットの奥に行ってしまうんですよ。で、そうするとノットシンカーが擦ったりして、あのノットの部分がダメージを受けてしまうので、まあ僕はその対策としてこの輪っかの小さい、フィッシュアローさんのシンカーをおすすめすると同時にこれを愛用してます。で、まあ龍儀さんのものでもいいんですけど、まあ龍儀さんのものを使うときは、まあこのようにノットを結び終わったら、最後糸を切るときに、まあちょっと長めに、フリーリムのシンカーの愛の輪っかより、長めにラインを切ってもらうと、この奥に行きにくいので、まあフリーリムのシンカーがノットより手前で必ず動作するように心がけてください。で、ちょっと長めにラインを切るだけなので、まあそんなに難しいことじゃないと思うんで、感度の違いとか、入手のしやすさで、多分フィッシュアローさんか龍儀さんかってことになると思うので、まあ自分の手持ちに合わせて、このノットの結び目の残ったラインを切るときにそれを注意してください。まあちょっと長めに切ってあげれば、向こうにはこのノットの奥側にはいかないので、このノットの奥側に行くとやっぱり合わせ切れしたりだとか、まあそれが原因かどうかは一概には言えないんですけど、一回だけ金吉で合わせ切れしたことがあったので、まあそういうことをやっぱり極力なくしたいので、まあそこをちょっと気をつけてください。はい、では最後にシンカーの重さの使い分けなんですけど、まあこれが絶対ではないので、まあ僕が使ってきてこれがベストかなという感じなので、まあフィールドによって適正に選び直してください。まあとりあえずまずこの大江川と旧吉だけ例に挙げていきますので、まあ大江川といっても水が動いてないところなので、まあ小規模な野池だとかで、小規模な湖だとか、そういうところで釣りをするのがこの大江川と一括りにします。で、基本はこの 7g 4分の1オンスと 10g 8分の3オンスで大江川はこと足りると思います。で、大江川って護岸を打ったりだとか、まあ比較的足元から近いブレイクだとかで、橋脚の前とか、割と重量のあるワームと、このシンカーを組み合わせるので、まあこの2つで僕は足りるかなと思ってます。 7g の時はあんまり風が吹いてないような風速3メートルぐらいの時で、まあ足元からピンに届くような距離打つ時はこの 7g を対応します。で、 10g の時は風速6メートル以上とか、かなり強風で投げづらいとか、リアクション要素が欲しいとかで、そういう時にこの 10g を使います。まあ場合によっては 14g も使うかもしれないんですけど、まだ今のところで動画でも上げてる通り 14g は使ってないので、まだ僕も出番はないです。で、この括弧の、まあ両方括弧なんですけど、この 5g という方は、もっとスローに落としたいとか、まあ 7g よりさらに食わせに落ちたい時っていうのは 5g でもいいかなと思ってます。まあ思ってるんですけど、まあ実際 5g で使って釣ってはいないので、まあ一応括弧としてあります。まあ基本はこの7と10で足りると思うので、まあ迷ったらこの2種類を買ってください。で、最後に旧吉ですね。で、
清吉も括弧に河川と書いてあるように基本、流れがあるところで、清吉も放水してなくても自重による流れがあるので、あのボディーウォーターとか狙ってみると分かると思うんですけど、放水してない低水位の時でも若干流れがあるので、まあやっぱり水が止まってるような場所よりはちょっと重めを選択します。まあ基本は僕は 10g 8分の3で、でもう一つは 14g 2分の1ですね。で同じように、まあこっちも風速3メートルだとかで、こっちは風速6メートル以上とかで、もっとリアクション要素が欲しい時とか爆風になってきたら 18g 以上とか、まあこの 18g もまだこっちは使ってもいなければ釣ってもいないので、まあやっぱりこっちはカッコにしちゃいます。 7g は確か動画で上がってたような気もしたんで、あの桑水に寄せたい時とか水門の前だとか、流れが弱まってるところ、カレントが弱まってるところとか、ボートの下とか、まあそういう流れが止まってるところで桑水に寄せたいよって時は 7g がいいかもしれないです。まあ、これもね、全部このシーン、これが全てじゃないので、まあ、状況を読んでこの場所だったらこっちの方がいいのになと思った時はやっぱりこれにこだわらずに変えてもらった方がいいと思います。はい、というわけで、多分長々と説明しましたので、で次は、いよいよどういう風に動かしたら釣れるのとか、そういう動きに関してアクションに関してを説明したいと思います。では。